皆さんお疲れ様です。天かすのりょうです。本日はクラッシュオブクラウンですね、動画の方撮っていきたいと思います。すいません、まだね、ユニットこれできてないんですけど、前回上げたユニット構成はですね、確かディガホグだったと思いますね。で、食い火絡めてのディガホグだったんですけれども、いや、なかなかトロは上がんなくてですね、まあその範囲がですね、相手にスパカゴが入ってまして、なかなかね、そのスパカゴが強い、ちょっとね、こうぴょんぴょん出してくる鼻くそみたいなのがですね、すごい効くんですよ。濃硫酸食らってるみたいな感じになっちゃうんで、あとね、そのスパカゴの装甲の硬さで、中央にですね、食い火を持っていってもですね、食い火持っていかれちゃう可能性があるんですよね。それでね、なかなか、まあ、トロフィー上がんなかったりですね、破壊率稼げなかったりとかするので、ちょっとですね、今ね、そのスーパーガーコイルをどうしようかなとかと思って、まあ、本体もそのままぶつけていくみたいな戦術に変えております。で、サイドカットは、ライドラとペッカですね。で、ヒーラー3体、これ最初にウォーデンにつけて攻め込むようなやり方に変えております。でね、トロがね、今ね、全く上がってないんですよ。これ、シーズン変わって、多分ね、もう2週間ぐらい経ってんのかな、今。そうですね、2週間ぐらい経ってます。残りシーズン14日なので、多分2週間ぐらい変わっちゃってるんですけど。いやーね、6000一応目指してる状態なんですけど、なかなかね、1日8回攻められないのと、さっき言ったですね、ディガホグでちょっとトロフィー稼げなかったのが要因ですね。で、その辺ちょっと改善しながら、トロフィー稼いでるような状態です。で、このユニット構成でですね、なかなか多分、パーフェクト取るまでは厳しい。ただね、タウンホールと、80% 以上はね、固く稼げるんで、まあ、その辺でいいかな、みたいな感じですかね。とりあえず、8回攻撃するのがマストになってくるので、その辺をですね、やりながら頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。それではリプレイどうぞ。 I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven and found my bonesNow you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23.She left her body and hovered above me. Lost a friend, I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fallBest friend
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.さていかがだったでしょうか。あ、そうそう、冒頭で言い忘れてしまったんですけれども、今ですね、2種類、突破艦と投下兵舎かを使って攻め込んでおります。回路系型の配置には突破艦、まあそれ以外には、投下兵舎、こちらの方を使ってですね、援軍はイエティ2体、バルキリー1体、ババ1体を積んでおります。まあかなりですね、トロフィー上がってくるにつれて、様々な配置出てくると思うんですけれども、まあその辺はですね、砲撃相手変えられないのでですね、ちょっと難しいかなとは思うんですけれども、この辺もですね、トロフィー上げてですね、頑張っていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。天かすのりょうでした。バイバイ。